何を言っているの？石井さんを殺した後、彼女の携帯で部員たちに遺言代わりのメールを送り、自分は部屋を出たところで待機する。そして他の人が駆けつけた時、最初に着いたように見せかけてドアノブを握り、鍵がかかっていると声高に叫んだ。全員で中に入るまで一度もノブを離そうとしませんでしたよね。それはなぜですか？答えられないのなら代わりに僕が答えましょう。鍵などかかっていないのがみんなにバレてしまうからです。首吊りに見せかけた方法も分かってるわ。後ろから石井さんの首にロープをかけて背中合わせに背負い上げたんでしょう。そもそもこの方法は相手よりも背が高くないとまず成功しない。私の調査だと水泳部で一番背が高いのはあなただと思ったけど。いい加減にしてちょうだい。一体何なの？推理ごっこ？いつこは自殺したのよ。自分のしたことに耐えられなくなって、その罪を償うためにね。そう遺書にも書いてあったじゃない。あれは石井さんが書いたものじゃありません。何を言ってるの？あなたも見たし聞いたはずよ。あれはいつこの自殺だ。あの遺書は間違いなく。いい加減にしろよ。石井さんの部屋を調べてもう全部わかってるんですよ。あなたに弁解の余地はないんです。何が？英語のノート。それがどうしたっていうの？抜けてたからってなんで？抜けてた？僕はただ英語のノートと言っただけです。抜けてたなんて一言も口にしてませんよ。お待ちしておりました。今の会話しっかり取らせてもらいました。さっきのはなしなんて言わないでくださいよ。知らなかったんでしょうけど、石井さんは右手を怪我してました。だからあんなに綺麗な字で遺書を書くことはできなかったんです。先生と付き合ってた。そうじゃない。そうは言えないかもしれない。よく考えてみれば、先生は私に一度も好きと言ってくれなかった。それでもよかった。私は先生のこと好きだったから。でも子のことを聞いて、私自分でもどうしようもないくらい憎いって。それで山内先生を殺した。そしてその後、僕たちに部のことを漏らした藤崎さんをも殺した。双葉は本当は殺すつもりなんてなかった。でもあの子、部室に呼び出して注意した時、私のことを疑い始めたから。その経緯はどうあれ、藤崎さんを殺した後、あなたは僕たちを騙すため、死体と一緒に紙をプールに浮かべた。それも一連の犯行を死神伝説に見立てた上で、最後に石井さんへ全ての罪を着せて殺すため。もう一つあるわ。いつこを怖がらせること。部の全員に配って死神の仕業だと思わせる。そしたらあの子は怖がって、そして自分のことを責めるに違いない。自分の復讐のために先生にかけた呪いが理由で、部員全員が死の危険にさらされるわけだから。それが目的で最初に死神の呪いを自分から提案したの。死んでまでも憎らしい子。あんたのせいじゃない。春休みに入る前、ちょうど山内が出張でいない時だった。学期に入ってから一度も部活に出てこなかったいつこが、久しぶりに部活に顔を出したことがあった。あの日あんたは練習中に足がつって溺れかけたでしょ。後で私が気づいた時、あの子なんて言ったと思う。ひとみさんが気にするからみんなには内緒にしててって、そう言ったんだから。なのにあんたは。皮肉ね。ずっと性格も良くて何一つかなわないあの子が、私はずっと嫌いだった。ねえ美穂、いろいろあったけど、そうだね。私、今回のこと書くわ。事件のこと？それも書くけど、一番は双葉ちゃんと石井さんのこと。知らないけど、こんな女の子でこんな学園生活をしていたんだよっていうの。巷にある週刊誌みたいな同情を引くやつじゃなくて、もっとさりげない風に書くわ。それで生徒と遺族の人にも配るの。いいと思うよ。商業じゃない、自費出版ジャーナリズムの真髄ってやつを見せてやるわ。